こんにちは、スポーツ MC の岡田です。旅するラントリップスタンドサポーテッドバイグダーということでですね、ラントリップが、グダーと共に全国のランナーに会いに行くという旅なんでございますが、今回は、1日限定で名古屋にラントリップスタンドをオープンするということで、そこでグループランをしていこうという企画がございます。でその目的地に向けて、ドライブトークを今回お届けしていきたいと思います。ゲストに湯桁真理子さん来ていただきましょう。はい、湯桁真理子です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ラントリップチャンネル初登場。はい、よろしくお願いします。はい、名古屋大好きです ね名古屋ウィメンズマラソン20回以上走ってるということで、はい、そう、名古屋国際女子マラソンの頃からよ。おもうあの頃からずっと走ってるから、わもうそう20回超えてるね。そう、超えてる。何回来ても名古屋はいいということで、はい、湯桁さんにいろんな話を伺っていきたいと思います。ドライブスタートースタートー、イエーイ。今日もですね、あのグダーの今谷さんにこのちょっとドライブをしていただきながら、はい、我々は後部座席からトークをお届けしていこうと思います、はいはいはい、そう、そんな感じで今日はシャキーン、グダーのオージーズを僕らも着用しております。あ、してます、してます。ちなみにさっき湯桁さん初グダー装着でしたけど、はいはいはい、どうでしたか。ちょっと走ってみたけども、うん、あの思いのほか失礼だけど見た感じどうなのっていうね、うんうんうん、ちょっとあの失礼だけどおもちゃっぽいイメージがあったんですよ。申し訳ないけど、まあ、ポップな、ね、感じありますよね。そうそうそう、でもしてみたら全くブレない、うん、そうだ。今までもいろんなメーカーしてみたことあるけど、はいはい、全くブレない。あのすごいお似合いです。あら、あれ、しかも、ね、そのカラーコーデとあのサングラスの色合ってます、ね、そう、やっぱりね、明るい色を着てた方が気持ちが明るくなるから。お、私いつも明るいのよ。あ、レースウェアもやっぱり明るめ。もちろんもちろん、もちろん。え、ショートウェアピンクだから。お、そうですよね。そう、いや、まあ、あのチーム湯桁真理子のあのピンクの T シャツってかノースリーブですか、あれ。レースウェアもね。あ、知ってますか。いや、もちろんですよ。あ、どうどうどう。あの背中に入っている文字が、そう、あれね、本気になれ湯桁真理子。私本気って言葉が一番好きだから、なんか湯桁さんかなんか書いてって言うから、あれ、はい、適当じゃないけどこう書いてみたの、うんうんうん、それをその作るって人にポンってメールで渡したら、はいはい、あ、じゃあこれでいきましょうってなって。へ、だから私の実質ですね。あれ、そうなんですか。あ、そうそう、書いた。めちゃめちゃ達筆。あ、そう。え、はいはい、僕なんかあの、まあ、普通にパソコンとかで打った作られたフォントだと思ってました。なんか綺麗な、うんうん、それはちょっと書道、子供の頃書道やってたからね。そういうことですか。親がね、お前、私子供の頃から動ってばっかりだから、おてんば娘で、うん、お前少しじっとしてろって親に怒られて、習字をやらされて。そうそう、その通りで習字やってろって言って小学校2年の時に言いさせられて、それから中学3年まで書道やってたから。そういうことなんですね。それがあの本気になれの字に、そう、ああいうふうにこう出るわけ。羽がこう伸びたりね、止めたりするわけよ。そう、ああいう字になったわけよ。いや、でもきっと レースでね、あの、そうそう、本気になれ湯桁真理子っていう字をあの背中で見ることが多分皆さんはあると思います。そうそう、だからみんなね、ユーさん、ユーさん、うん、この言葉いいねって言ってくれる。いや、本当ですよね。そう、なんかね、で仲間であれでちょっとチームできちゃってて、うん、あれ、なんかあれ特注っていうかオーダーなんだけど、なんか100万円ぐらい作ったね。あら、そうですか。そう、だから全国各地に来てる人がいるの。いや、だから僕もレースでね、MC とかさせていただいて、その時にやっぱあのノースリーブの T シャツを着てる方とかを見て、あ、見た。あ、そう、あのその言葉を本気になれって言うとすごいあの喜んで走ってくださる。そう、私もね、もう本気になるけど何事もダメってメンバーさんに言ってるから、言うともう私の、私が頭に浮かんできてスイッチが入るらしいよ。あ、そういうことですよね。そう、私の劇が、そうそう、背中からまずいって思うんだって。もうね、もう全国のランナーの皆さんも大リスペクトだと思うんですよ、湯桁さんのこと。そんなことないですよ。あのちょっと直近のレースについて伺おうと思うんですけど、はいはい、今日はまさにね、名古屋ウィメンズマラソン前日に朝からちょっと貴重なお時間をいただいているわけでございますが、いえいえ、そんなことないですよ。明日は名古屋ですね。明日名古屋、そう、出走。もうかれこれ20会場行ってると思う。会場出てるという。そう、行ってると思う。どうですか、明日への意気込みといいますか、どんな感じで走りますか、明日は。でもこのコースもちょっと割、まあ、熟知って言うとオーバーかもしれないけど、割と知ってるから、うん、とにかくこのコースは前半は北風がやっぱ吹いてくると、どうしても前半を追い風、うん、南下していくからね。だからどうしてもね、追い風の感じでみんないい感じで行くから、まあ、やっぱりちょっと行っちゃうかもね、前半は ね、 前半ね。 その後折り返してから今度北上するから、そこはうまく力を使わないような走りに切り替えるのよ。例えばストライド伸ばしてバン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 行っちゃうと、うん、もう向かい風でそれやったら足使っちゃうから、うん、そう、あの何回もやってるけど、やっぱりね、その
あの風とかその時のコースでね、ホームは変えんだよね、割とね。ね、変えながらね。そうそう、だからそこはちょっと小刻みにして足使わないで、ちょっと集団になったら申し訳ないけどちょっと後ろに連れててもらって。そう、それなのに最近はね、湯桁真理子だって言うと私の後ろにつくのよ。いや、わかる、絶対それで。やめてよ。なると思いますよ。だって20代30代が私の口どうすんの、だって。前出ろよって、ね。そう、ここでそう思うよ。いや、そりゃそうですよね。湯桁さんのことをね、知ってるからこそ、でも素晴らしい記録をお持ちだけど、年齢もさ、ご存知なわけじゃないですか、きっと皆さん。そう、そう。だからこそね、ちょっと前に出てほしいですよね。本当にそうなのよ。で、下手するとさ、まあ、今回の東京でもちょっと、いろんな抵抗とかあったけどさ、本当、本当足ぶつかるんだよね。あ、確かに確かに。そういう時私ね、ふって睨んじゃうもんね。怖いよ。怖いよ、本当。ちょっと、ちょっと、2回やられると、ちょっとやめてくださいと言っちゃう。ねえ、そりゃそうですよ。そう、実際私100回以上あるけど、本当転倒したことあるから。あ、そう、もう後ろの人に本当にやられて。かれこれだから湯桁さんもフルマラソン出走が110回ぐらい、100回以上、110超えたと思う、110超えたと思う。最近そう、ちょっと毎回出てるから、あのパソコンに打ち込むのちょっとサボってんけど、多分超えた。さて、あの先週も東京走って、東京行きました、3時間1分ネットで09秒、ね、あのね、あと70秒で2時間59分59、すごい、もう本当だって、この今65歳でらっしゃって、そのサブ3をするっていうのが目標なわけですよね。あの前人未到のことしたいわけ、はい、誰もやってないことをしたい。しかもされてきましたよね。そう、できた、気づいたらできてた、ね、だって60から64 の, その世界記録をこの前まで持たれてた、ね、そう、52分の時ね、そうそうそう、2時間52分ですよ。そう、私ね、世の中にコロナとか言ってたでしょ、はい、でコロナだっつってそれをマイナスにさ捉えて、動かなくなったとか太っちゃったとか言ってるけど、はいはい、ダメなのよね、世の中起きたことはもう自然に起きちゃうしょうがないんだから。それをさプラスに捉えるじゃどうしたらいいのっていうの、うん、私あのコロナの時全部レースがさなくなっちゃって、いっぱい入れてたのがなくなっちゃって、日曜日が暇になっちゃった。それまで日曜日って始終レース入れてたから、日曜日が暇になっちゃったから、もう日曜日の朝自分の家のそばの、私3キロコース作ってるんだけど、はい、人がいないわけ、朝なんか特に。あ、まあ、そうですよね、しかもコロナからし、そうそう、だから人がいないからその3キロコース使って 1000m のインターバル一人でやってたもんね。あ、今日もやろうと思って、だから日曜日になると、あ、今日も朝起きていこうっつって、ポイント練、そう、ポイント練自分でやろうって。そう、もう本当はインターバルなんかさ仲間でやりたいよ、だけど、ね、仲間とやることやっちゃダメな雰囲気でしょ。確かに仕方ないから一人で始めてたら、どん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 で、私さ負けず嫌いだから最初7本ぐらいから始めてたわけ。まあ7本やれば十分じゃん。十分ですよ、ね、1000×7 で、今日はとにかく最初だし4分切りで全部やってみんかってやったらさ、4分以上かかっちゃったのがあるわけ。4分2とか、はははその1本がで、ね、1本が4分2とかなっちゃって、それと悔しいわけでしょ。だからもう1本追加するわけ、自分で8本目をやんなきゃダメよ。だって2人住んでるんですか、湯桁さん。そうよ、自分の中で、あ、これは1本じゃないなっつって、ちゃんと7本したら7本だから、自分で今日はこういうことやろうって目標立てたら、それできないと悔しいわけ、はいはい、で8本やったわけで、そのうちあれ今日は3分55でやろうとか思った時に、やっぱ57、58とかいっちゃうと、あ、今日2本やっちゃったそれっつったら、2本追加するわけ、うん、そうしてるうちに9本10本なり、10本が11本なり、はい、気づいたら夏の最後は、はい、あのコロナはだいたい4月ぐらいから始まったから、8月の最後には15本までやってたもん。いや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 、やりすぎやりすぎ、倍ですよ。気づいたら15本です。だからそれがね、2時間52分でも産んだの。なるほどね。そう、その年に。だから私、皆さん、ジョギングやっててもいいけどね、はい、もし強くなりたかったら、やっぱちょっと追い込んだ練習した方がいいのよね。これはね、そう、優しく今言ってくださってますけど、そこになんかもう確信があるというか、やっぱ強くなるためにはね、このマインドっすよね。心に湯桁さんを住まわすというか、そう、だからみんなね、そういう話すると、うん、なんかで私が喋ってるの聞くと、はぁって思ってくれるみたいで。いや、思いますよ。そう、ちょっと湯桁さんの、まあ、今65歳でいらっしゃいますけど、ランニングの始まりみたいなところちょっと簡単に聞ければなと思ったんですけど。ランニングの始まり、もともと陸上部だったんですよね。そうだ、これもさ、はい、主人あんまり言っても怒んないからさ、私どこでもちょっと言っていくあれだけど、私はさ、小学校さっき言ったけど、うん、書道の塾行った後、そろばん塾に行き、学習塾にももちろん行ったら、親がお前遊んでばっかりいないって、今度勉強しろって言われて、もうね、椅子にじゃあもう紐をくくりつけられてるように、そう、勉強しろって言われて、で塾入れられたので、塾に行った時に、その塾にあの鍋っていうね、ちょっとかっこいい男の子がいたの。鍋くん、鍋、はい、で鍋と同じ、中学は小学校別だったけど中学一緒だから、同じ部活動に入りたいなと思った。あ、いいですね。それが
の。で私は別にさ運動だからおてんばだから何でもできたから別に何でもよかったんだけど、なんか鍋が陸上部に入るよっていう友達がなんか情報を得てさ、なんと友達から聞いた、友達が言ってきたの。なるほどっつって鍋入るのか、鍋陸上かっつって陸上入っちゃったんだよ。すごい。だからもう始まりは恋愛というか、そう本当に走ることが純粋に好きとかそんなに不純な動機ある種そうだって鍋と同じなんだって言うんだ、鍋が別のものやるさ、そっち行ったわ。そういうことですね。要は鍋、いや本当でもそれだとその鍋さんもうランニング業界にめちゃくちゃ貢献してますよ今。あ、ありがとうございます、ね、で鍋、じゃ鍋さんきっかけで入った。そしたらさ、鍋は剣道部に入ってたんだ。鍋なんだよこれ、なんだよこれってか。だけどさ、あの昭和の時代だからね、一回入ったらもう先輩たち追っかないしね、昭和って、もうこう上下関係がなんかあるような昔だったわけよ。今の人たち分かんない。だからさ、やめらんないわけ。なるほどね。しょうがないなっつって、鍋と違う部活になっちゃって陸上いねえのかよってなったけど、そのまま続けることに。そうそう、しょうがないなって。そう、すごい始まり。そうで、その頃はそんな長距離なんて昔ないから、あの 100m とか走り幅跳びとか普通に短距離系。おうおうおう、そうなんですね。そうスプリントというか、やっぱでも短距離系からやっても正解。やっぱりお名古屋ドーム近づいてる。やっぱりさ、あの短距離系やってたから、ホームはもう大きいホームじゃなきゃいけないとか、そうですね、もうホームはものすごく言われてきたから、もうその頃からずっとホームを意識してきた。じゃあやっぱりちょこちょこしちゃダメ。その今のランニング長距離走る上でもその時の経験がやっぱり生きてる、ね、大きい。そうこれがやっぱりだから、みんなも短い距離流しとかやるっていう絶対大事で、ね、高校行ったらあの顧問の先生が、まあ、400ならインターハイ行けるからっつって400とかやらせられたんだけど、もうかなりとにかく 無酸素有酸素運動もさせられ、そしてからかなりその顧問の先生にホームのことをめちゃくちゃ言われた。足が流れてるってよく言われた。タランタランってなんでしょう、あれ早く巻き込めって意味。なるほどね、後ろの足をすぐ前に引き込め。そう、すごいそういうの言われた。もう散々めちゃくちゃ怒られて、でその頃のホームがやっぱ生きてるよね、未だに。そう、あ、グーさん来ました。そうそう、さっきねバンテリンドームです。ここが最後の一番辛いとこ、声援はあるんだけど、であそこの辺から少し右に曲がるのよ。なるほどね。で、そうすると入ってくるんですね。私ね、クイーンって大好きなの。私の学生時代はもうクイーン、あークイーンね、ダンシングクイーン、ダンシングクイーン、あアバ、アバの、アバのダンシングクイーン、あの曲が必ず流れてくるの。あれ聞くのね、そう心が感動するよ。大好き。あ、ここのスタート、ここにこう入っていくんだ。もうちょっと先かな。もうちょっと先。こう、もうちょっと。ここはスタートライン。あ、なるほどね。おお、ここ、おここここここ。うわ、トイレめっちゃ並んでる。ね、あ、すごい広場。そうそうそう、うわ、広。わ、ここだ。そう、ダンシングクイーンが。あ、ダンシングクイーンが。こっから42で、それでここ通ると42のマークがあって、あ、ここ追加してあと195メートル出して中行って、ドームの中行って。ね、明日どなたか分かんないけど、鈴木さんとかどんなか分かんないけども、はい、加瀬田さんかもしれないけど、こうやって。やるんじゃないですか、ね、先頭の方がそうやるんじゃないですか、トップがね、あの選挙トップの方がね、そういうこと。あ、でもなんかめちゃめちゃいいですよ、ここ。やっぱりね、あのウィメンズだからこその華やかなね、雰囲気がありますけど。そう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 。で、その陸上を始めて、マラソンって 42.195 キロの世界はいつからなんですか。あ、それでね、私さっき言って400やってて、800、その後あのインターハイ結局800で行ったんだけど、まあ私長い距離の方が向いてるんだってだんだん思って、もう大学行ったらね、もう先生になろうと思ったんだけど、高校のね、埼玉の先生なと思って最大って教育学部入って、もういいかなと思ったんだけども、なんとなくまた始めちゃったわけよ。ちょっとその頃ね、受験勉強も一生懸命やったから、やっぱり国立大学行くっつんで。だってすごいですよ、国立大学、埼玉大学で、で今あの川越女子、川女、僕は川女、ね、僕は川女そう、だから私負けず嫌いだから、さっき言ったように塾で勉強したら成績が伸びてったわけ、で伸びてってすごいな、そうやっぱり何でも負けず嫌いって大事よね、やり始めたら勉強するんでしょ。そしたら川女にやっぱ一応進学校だけど入れて、で川女でやって、しかも引退してからも勉強したら最大行って、でその頃って引退するからさ、はあはあ、人生一番太ったの。おー、私160センチ、はい、今なんだか痩せちゃって41キロになっちゃったけど、おなっちゃったけど、50キロぐらいだったの体重って、常に大体高校時代は、なるほど、ね、なるほど、普通普通、まあ、筋肉もあるし、ね、筋肉もあって、だって中距離は筋肉なくちゃダメだから、もっと太い足しててさ、ウエイトもやったしさ、懸垂下がりなんか大好き、何回もできたから、すごいガッチリした腕にガッチリした足で、もうだから無酸素もできたから、バーンって、すごいっすね。それが受験期で55キロぐらいまで太っちゃって、あららら、なるほど、太るわよあの時期、まあ、そりゃそうですよね、食べる量減らないけど、ずっとね動かないから、
それでやっぱり運動しなくちゃダメだと思って陸上部また入って、そして陸上部入って、そしたら1500ってその時ねまだ3000もなんかやっとできたぐらいだ、種目として、あの頃はそうだから1500、3000 やるために、あの男子と走ったの。私もさやっぱ悪いけど頭使わなきゃ早く走れないのよね、で最大行ったらさ、うう国立大学だからそんな陸上部いないの、だってそういうかみんな体育大学系行っちゃうから、あそうかそうかいないから、うん、練習相手がパートナーが男子しかいないの、だ男子と一緒に200とか300のインターバルやるわけ。それはハードだな。ハードだから自分が10メートルとか15メートル手前から私の先スタートするの、だって一緒に走ったら絶対バケン決まってんじゃん、で、ね、で私が先にスタートしてゴールをフィニッシュを一緒にしろと考えたわけ、もう大学の先生なんか何にも いていないようだから自分たちで面力組んで自分たちで考えなきゃいけないでしょ。だからそうすると、あ私旧姓加藤って言うんだけど、はい、男子も加藤に負けるもんかって最後追い込んでくるわけよ。で私も最後はもうオールアウトするように、だから私オールアウトするのは高校大学で絶対必要だと思ったから、もうオールアウトするように走るのね、川地ゆきさんもオールアウトするでしょ。そうですね、 あれをねもう体の中であの頃仕込まれちゃったから、もう絶対オールアウトしてゴールするので、男子と競った佐久間してるうちに1500で あの時は出来たてだったけど4分36ぐらい出して埼玉県記録とかなってね、すごいですね。あと日本選手権とか国体も出たことあるの。これでも本当、でもそうやって陸上に復活してその中距離でやっぱり成果が出て、そう、そして私が大学3年の時、はい、国立競技場にて初めて第1回東京国際女子マラソンができたのよ。なるほど。で雨の降る日だった。でもマラソンって何と思って、女子だけのマラソンって何と思って、カスかぶってさ、見に行ったんですか。見に行った。その時のボーイフレンドと見に行ったわけ。今の旦那さんではないね。その時のボーイフレンド。どうぞ見に行った。それで見に行った時にさ、雨の中さ、こうやって国立競技場でドーンって行ったわけ。で3時間だから途中でさお茶飲みながらさ待ってたりしながら、またもうじき3時間ちょっと手前、今でも覚えてるイギリスのジョン・スミスさんっていう40歳過ぎた方なんだけど、その人がゴールするんだけど、まあ2時間半ぐらいしてまた戻ってきて競技場でこうやってたらさ、もうびっしょびしょ全身、そうやってさゴールめがけて帰ってくるランナーがものすごく光り輝いて見えたわけ。なんでかっこいいんだろうと思って、その時に私はいつか絶対フルマラソンやろうと心に決めた。面白い。それがね私のフルマラソン始めたきっかけね。すごい。やっぱそれがもう今でも鮮明にその景色が、もう覚えてる覚えてる、びっしょびしょだもん。それでみんなぐっちゃぐちゃになってゴールしてこんななっちゃって倒れたりこんななっちゃってるの見た時にもうやる気がないと思う。すごいですよね。それを見てうわなんてしんどそうなスポーツじゃなくてかっこいい、これをやらなければと。そう光ってた。それで私あの大学3年で4年で、それでまあ一応ストレートで勉強受かったから試験受かったから教員になって、はい、で1年目はでもまだ1500にちょっと未練あったから1年目は滋賀国体だったかな、なんか国体まで出てたの、1500で、でそれ国体も出てじゃあそろそろちょっとフルマラソンやるかっつんで走り始めて、教員2年目の時に初めて東京国際女子マラソン出た。えそれはだから2年目ってこと、23歳4歳かな、3歳かな、 4歳か24歳だから、初めて出た。24歳で初フルってすごいですね、若い頃から。そう3時間9分21秒ちゃんと早い。いやでも私はそのねその頃5000だって17分台で走れたし、さっきも言ったけど4分台で1000走るスピードあったわけ。あスピード速いですね。もう今の俺より速いですもんそれ。あだから私ねサブ3できるんじゃないと自分の中で思ってたの。もうそういうタイプですよね。そう思ってたの。ただあの頃はもう何のノウハウもないからフルマラソンの。そうですだって、ね、何にもないからただ普通にエイドの水しか置いてないし、本当に給食なんかないし。えじゃあ水だけで走りきったんですか。そうで食べるものも今みたいにたくさん食べるとかないから。ないですよ、まあ、カーボンローディングなんていう言葉がね。ないですよね。普通にご飯食べて走る前にね本当カステラ一つかそこでしか食べた記憶がない。それで12時のスタートだから12時のスタートだから あの頃から東京国際とかみんなお昼でしょスタート。そっかそっかそっか、うん、お昼だから。だからねあの最初知らない飛ばしてったら品川あたりで折り返した途端にビル風がどんどん来ちゃって、もう今でも寒いビル あの影のところを風で走ってるうちにどんどんペースダウンしちゃって、で3時間休暇かかっちゃった。そこの24歳の初フルからもう数110回こう数えてるわけじゃないですか。そうマラソンそれだけ走る、なんか走れる走りたいって思う、そのゆげたさんが思う面白さみたいなのってどんなところですか。いや走ってん時はね、あの本当これ楽しい。だって私まだ言われるけど現役でやってるわけ。そうですね、例えばねファンランみたいな気持ち出したらこういうね見ながらね、あそうそう見ながらあそこに名古屋城があるねとか、あこの市役所かっこいいわねとか、あらウイロが給食にあるのとかね、あるひつまぶしのなんかあるじゃんみたいな、きっとそれ楽しいと思うんだよね。はい
楽しみながら走れると思うんだけど、うん、まださガチンコ勝負やってるからさ、そうですね、まだ走ってる時にねそんな楽しいっていうのはあんまりないけど、でもね東京とかなんかそうだけど応援がねすごいのを見る、はい、感じるともう嬉しい、 ありがとうって思って声援に応える、ありがとうありがとうと思う、嬉しい、そう、そう、そしてゴールした瞬間、あのグリーンブルーのマットを踏んだ瞬間にやった、あの時の充実感はね忘れられないね、あれが好きでやってるね、なるほどね、あの瞬間、踏んだ瞬間が好きでやってる、そのゴール帰ってきたっていう、そう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 、どんなタイムでもどんなタイムでも踏んだ瞬間にはーってなる、報われるというか、そうそう、これでもそれをねそれだけ回数こなしてるわけですけど、どうですか、なんかこのレースやっぱり一番記憶に残ってるっていう、それはだからさっき言った3時間切りたいと思って、うん、24の時に思って、24でデビューして3時間切るんで切りたい、サブスリーしたいと、まあ、25でも結婚しちゃって、はい、そして26で長女を産み、31で次女を産み、はい、34で長男を産み、はい、37で次男を産み、そう4人お子さんがいるじゃん、私貪欲だから、私走るのも好き、仕事も好き、生徒可愛いから仕事も好き、で子供も可愛いのよ、もうね、ほんとすごい、もうね、あのこれをしたらこれがこれを犠牲にしなきゃとかじゃなくて、そう、もう全部やりたい、アンドってこう全部、ね、何かの本に書いてあった、あのね、趣味と仕事と子育て、うん、家庭、これはね絶対できるわよ、なんか女性って今ちょっと差別で言っちゃ悪いけど、女性これできるわよって湯桁さんが書いてあるかと思います、いや、そういうね、な、誰かが書いた本を読んだことあるの、若い頃だから私で、あ、できるんだと思ってやっちゃってる、やっちゃった、それで37で次男産んだ後に、その後あの時ね、団子三兄弟が、ね、NHK でやって2人がお母さんもう一人産もうよって言ったけど、さすがに3人目産んだらもう40になっちゃうよと思って、さすがに悪いね、もうこれで終わるよっつって、終わるよっつって4人前で、そう、そこで終わりにして、で40歳で、なんで40歳からもできるとかを言ったっていうと、さっき言った東京国際女子マラソン、うんうん、優勝した人がね40歳過ぎてた、イギリスのジョン・スミスさん、40歳過ぎたので、私フルマラソンって、うん、なんだ40過ぎても全然いけるんだって、 その時にもう頭にインプットされたから、そっか、そうそうそう、いろんなこと常に私頭に入れるから、そっからが成熟していくんだなと、そうと思ったので、あの心身ともにねだんだんしっかりしてくるの、うん、やっぱね人間ってね若い頃よりもだんだんいろんな経験積むとしっかりしてくる、で若い頃は精神的に不安定なこともあったのよ私、これでも、うんうんうん、それがだんだん4人の子育てして仕事もしてるうちにどんどんメンタルも強くなって、いやでもさぞ大変なことがいろいろあったんですよ、ね、今いろいろあるよやっぱりね、それであの仕事しながら走ってて、うん、40過ぎてからもう一回復活しようと思って、でそこでだから子育てを終えて復活してまたレベルを上げていくわけですよね、でもね、あのね終えちゃいないわけ、やっぱりね一番下の子がまだ、だってさ、そっか、まだちっちゃいわけよ、まあそうですよね、で一番下の子っていうのがね、この次男がねめちゃくちゃ甘えん坊でさ、はあはあ、いつも抱っことか私の周りくっついてるわけ、うん、ね、もういつもお母ちゃんママママって感じくっついてたから、この子の子離れしたの、この子が高校行った時よ、中学まで私と一緒だから、お母さんお母さん、週あの体育祭運動会見に来てくれとかさ、いや確かに、ね、なんとか来てくれとかさ、高校行ったってまだ体育祭見に来てくれって言ってたもん、ほらすごい、なんかみんなめちゃくちゃくっついちゃって、まあいいですね、そうだからさ、あのそういう感じだったから、やっと本当にねようやく高校行ってね、だからその子はもう17、あ15の時は、私もその時50過ぎてるわけ、やっとそんなになんかね、やっとフリーになった、それまでだから学校で生徒と一緒に体育だから一緒に走ってる、そうですね、または通勤ランをちょっとするとか、うん、通勤自転車するとか、それしか運動量ないの、あかなりじゃ隙間を、ね、見つけてちゃんとトレーニングをしてて、さっき言ったあのインターバルじゃないけども、そういう練習なんか全然できないから、はいはい、もうジョギングしかできないから、どうしたってそんなタイム出ないわよ、だからずっと3時間9分切れないどころか3時間10何分とか、ずっとそのずっと行ったり来てるよ、それがその お子様の、ね、子育てがちょっと一段落したタイミングからまた練習時間取れて上がってくるって、取れて、そう、その時に私ちょっと、まあそれでもほら走ってればさある程度の力あったから、はい、あの知り合いが井桁さん、あの皇居でね、皇居で駅伝があるんだけど、今ね50歳のところ走る女性、なんか年代別のがあるんだって、で50歳走るとこないから、うちのクラブで走ってねって言われたので、東京にあるクラブなんで走ってねって言われたの、アトミクラブって言うんだけどさ、言われたの、アトミクラブで走ってよとか言われて、で急遽入ってさ、アトミクラブにさ、そして走ってるうちに、ユゲタさん、アトミクラブね木曜日週1回オダフィールドで練習してっから、おいでよおいでよっつってで、やっとその一番下の次男に、
悪いけど練習行ってくるねと、でもいいかな東京に、やっといいかなっつったらやっと許してくれた、分かったっつって、そっから始まるんだ。そっからね、そっからインターバルを始めて昔を思い出したわけ。そうだ昔までこうやってインターバルやってたよなっつって思い出して、それでそこにねもう仕事が終わって7時ぐらいに集まるんだけども、うん、みんな大人がね仕事終わってくるからみんなもう目の色変えてそこでもう汗ダクダクでハハして走ってる集団と一緒に、ね、そうやってるうちに、あ大人でこんなにやっぱり燃えて走ってる人いっぱいいるんだなと思って、でその人たちと走ってるうちにタイムが上がってって3時が1分台まで行ったの。すげえ。そう言ったの。えっていうか、そっかそっか、えー、そうだからそれまでは一応ね通勤なん、通勤なんで3時間5分ぐらいまで行けてたの。え、3時間1分まで行ったっていうのはそれだから何歳ぐらいの時？54か5分ぐらい。え、それでサブ3したのが58。だから54か55の時に、そのくらいの時に大田原だったんだけど、大田原マラソンで。あら、大田原で。そう、あの時はね、今と違って、もうちょっと、あ、でも今の子でも朝霞ありますよね。そう、あったってやっぱりあったんだよ。そうだよ、2周するコースだ。だとにかくあった。それでもね、行けたのよ、3時間1分で。やっぱりだからね、私はね、今もあの原点になってるのはやっぱりスピード練習いるね。いやー、そういうことだ。そう本当にその中では110本ぐらいこう走ってきたフルマラソンの中で一番ハイライトが残ってるのが、その58歳でやった大阪国際女子マラソン。おー、記録が。その後もね、実は怪我もしたの。やっぱりね、追い込んだ練習いきなりやるから、うん、あの座骨神経痛、皆さんもいるでしょ。座骨神経痛を患ったりいろいろしたんだけども、そこをうまく考えながら練習量を調節したところ、うまい感じで58歳の時にやった。34年かかって。58歳、34年かかって、あの時やりたいと思ったサブスリーができた。もう涙出したよ。でマッ、さっき言ったようにマット踏んだ瞬間に両手万歳して、うん、もう涙が出てきて、うん、あの女子の更衣室でなんか私一人でさ、3時間切ったらもう死んでもいいよとか言って、ね、もう死んでもいいって、もうメイドの宮崎さん死んでもいい死んでもいいって、ね、若い若いまだ、まあ、若いでしょ、うん、それをほら、うん、みんな知ってから犬さんの時ずいぶん叫んでましたよね。いまだにね、いまだに大阪って言われる。面白いですね。そうもうそれだけ歓喜の瞬間だったってことですね。そういやでもそれ34年間の思いが成就して、しかもなおかつ58歳って年齢を重ねていってパフォーマンスがそこまで上がっていくってすごいですよね、うんうん、そうだから私50代は全然いけるんだなと思って、さっきも言ったけど50代でもそういう練習を変えたりね、メニューを変えたりすれば必ず伸びしろあるよね。そういう意味だとそこから伸びていって58歳サブ3を達成して、うん、で60から64歳のその記録を、うん、その世界記録を2時間52分って記録で、うん、そう出したけど、さらにね、もう一個言うとね、人間ってさ60まではもうフルタイムですごい仕事するじゃない、はい、だから私も60まではもう学校の仕事がめちゃくちゃあったわけ、はあはあ、もう生徒指導主任、学年主任やれとか、他人じゃない学年主任やれとか、うんうん、あれやれこれやれって言われて、もう保護者との対応とかいろいろあって、今日練習しようと思ったら保護者が夕方か夜ちょっと来て連打しなきゃいけないとかうん、うん、朝も来てやんなきゃいけないとか、もう時間が取れない時もいっぱいあったの。それやっぱ60までは急遽、ほら皆さんもそうでしょ、仕事してると急遽仕事が入っちゃうんでしょ。あります。もうそれが60になった瞬間に亡くなるわけ、うん、はで教員はフルタイム勤務かまたは完全に退職するか短時間勤務っていう3つ選べるの。で私は遊び来たいから、うん、ちょっとお金欲しいから、うん、短時間勤務に切り替えたの。週3回だけ仕事するだけ。あ、そうなんですね。だから必ず休みの日があるわけ。なるほど。だから日曜日なんかも練習できるけど、あの休みの日もバンバン山行ったり自由にできる。すごい。それで私まだ伸びしろなんて自分で思ったわけ。じゃあそこのゾーンで記録伸びた50代後半からの仕事が落ち着いたタイミングでさらに練習量が取れて、取れて記録が伸びたと。そう。いやすごいわ。そうで、その時に、まあ、今後チャレンジしたいことっていうことにつながるかもしれないんだけど、うん、私の中で目標で、はい、その58歳した時に私川女の後輩にね、吉田香織ちゃんって結構ね、はい、吉田香織さん、プロランナー吉田香織さん、香織ちゃん後輩なんだよ。で香織ちゃんがね、ゆげて先生のその記録は世界記録じゃないですかって言ったんだよ。私それまで世界とか考えたこと全くなかったわけ。え、それで気づいたんですか。そうよ、私だってサブスリすればいいだけが、私そんないくつも追わないから。そっかそっか、それをサブスリするだけ聞いて、それだけ考えてやってたわけ。そしたら香織ちゃんが、ゆげて先生それ世界記録なんじゃないですか。あ、そうなのと思って調べたら、うん、60歳以上でサブスリした人が世の中いなかったの。そうだから、そういうことですよね。女子で初めて60代でサブスリをしたのがゆげたさん。うん、いなかったわけよ。本当だってなったっていう。あ、本当だ、そうなんだと思って、
それでその後ね、60歳過ぎて61、うん、60代の時はなかなか負けなかったんだけど、61にだから練習量をうんと重ねて61の下関海峡マラソン、はい、息子とドライブ、さっき言ったけど息子可愛いからさ、うん、息子とドライブ、ドライブじゃない、よく旅行行くのよ、はい、旅行に旅行行った時に息子がお母さん下関行ってフグ食べたいね、下関海峡マラソンでも行くかって息子が言ったのよ。面白いですね。そう、面白いでしょ。長男が言ったのよ、じゃあ行くかっつってフグ食べ行くわっつって、で下関海峡はアップダウンがすごいコースだから、サボスリ考えてなかったんだけど、めちゃくちゃ山の練習したの、やっぱり行くからには山の練習したの。こうしたら61で、あそこのコースで2時間59分15秒出たの。いやーすごい、やった、世界記録達成。あれもまた覚えてるよ、すごいす、あれも涙出たね。これはやっぱその、そう、練習をするとね、やっぱそういう風になっていくっていうことですよね。そう、まだ伸びるんだと思った。あ、まだそう、だから自分がやったことない練習をやればいいのよね、自分に。それ違う刺激入るもんね。違う刺激、違う、やったことない練習。そう、どうですか、すみません、その今まさにその65というカテゴリーがちょっと1個上がったじゃないですか、年齢の。 そこの中でチャレンジというか達成していきたいことっていうのは、やっぱサブスリーよね。いや、やっぱりそれしかないですよ。これもまた前人未到ですよね。そう、いない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 。だからやっぱりね、そしたらね、世界の人がね、なんか私の記録を知ってくれちゃって。そうですね、今回私の52分を破ったあのジェニーさんって方も、はい、もうネットでマリコ・ユゲタを破るんだって思ったみたいよ。マリコ・ユゲタがいるから私も頑張ろう、いけるってなったってことですよね。そうそう、だからね、そうやってね、世界の人がね、追従してきてくれてるの、面白いって知ってたけどさ。いや、でもそうですよ。ね、私だから陸上の世界に限らず、世の中ってさ、他の種目でも何でもいいから、一生懸命やってると、タイムも出るし、いろんなこと出るし、それを世界が見てんだから、そう、切り開いていったら、もっともっとね、みんなが運動してさ、いいんじゃない、面白くて。これはすごいですよね。本当そうやって新しい道をね、切り開いてきたからこそ、うん、次またそこにね、行くっていうのが、そう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 、まあ、次なるチャレンジというか。そういうこと。うわ、面白い。そう、もうなんかさすが。いや、なんかもっとね、無限に話聞きたいんですけど。はいはいはい。だから70までね、最終目的は70まで。おお、70まで。男の人だって70過ぎてやってる人が世界で3人ぐらいしかいないかもしれない、うん、ああ、そうですか。そう、世界で70過ぎてサブスリーやった人、一番早い人はでも2時間54って人もいるのよ。ああ、それは早いです。それ早すぎちゃってるけどさ、私の中でも世界で男性もそれしかいないんだから。でもそうやってね、やってみたい、それを続けていけるかって、まあ、どこまでいけるか。でもある種だから自分との対話、自分との戦いなんですよね。そうだけどもね、やっぱり戦ってる時に生きてる瞬間感じるんじゃない、はあ、感じるよ。ちょっと待って、本当感じる。私ね、とにかくね、なんか大王女したいなと。勇ましすぎるぜ。そう、大王女。あの子供4人に見取られて、お母さんはもう思い残すことないよって言って、あの世に来たの。あれやっときゃよかったって、悔いの絶対でしょ、はい、だから4人に言い残して、4人がここに並んでて、4人とも可愛い4人が並んで、はい、そう、まあ夫は私が見取ってやるから大丈夫だよ私が、そう、夫は面倒見てる、私が4人をね、うまく言って、いや、ね、そういうことか。そう言って、私はそうしたらね、子供ね、私親が、母親が早く死んじゃったのがすごいショックだったから、ね、早く死ぬ。だから私は子供たちにはもう90、100まで生きて、お母さんは生きたからって言ってあげたいそう、そう、早くて子供やっぱかわいそうだもん、やっぱり。そう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 、ほんとね、もうなんか湯桁さんから今日話聞いて、はい、いろんな心が動きました。あ、そう、はい、もうやる気はもちろんだし、なんか走ることを楽しむこともそうだし、そうよ、チャレンジしようとか、やってよ、やってよ。いや、ちょっとね、まだまだ足んないなって思いました。でしょ、はい、いくらでもさ、伸びると思うでしょ。そう、もっともっと記録もそうだし、もう仕事とかプライベートとかも、もっともっと、いや、もっとやろうって。そうなの。それでね、一生懸命やってると、それね、私たちも教員だから給料同じ。でも一生懸命やってると、生徒が先生のクラスでよかったとか、先生の学年でよかったとか、先生の教わってよかったって言ってね、もうお金以外のなんか違うものが得られるのよ。あれ、お金じゃないよ。湯桁さんのクラス入りてー。ありがとう。そう言ってくれるのよ。入りてー人めっちゃいますよ、今日本に。そう、だからね、それは本当お金じゃない。これはね、本当買えないのが宝だね。宝ですね。宝、もう本当そう思う。湯桁さん、今女子校でね、学校されて先生やられてるじゃないですか。ちょっと男子の生徒、もちろんそうよ、男性ランナーの生徒たちにちょっと一回教室や開いてもらって。全然、私だってこの前は共学だから。ああ、なるほど。共学じゃもう男子なんかとも全部やり合ったわよ。何言ってんだよとかさやれとかさ、男の子だって陸上やれでしょ。そうですね、そうですね。やれ、今の 1000m なんだ、追加でもう一本、私の追加でやれって言うとさ、さっきのね、プンってやるわけだよ。お前なんだその態度。そう、それそれそれ、
やり合ったわよ。でそういう子がさ卒業しても先生また先生練習に行っていいですかって来んだから。あすごい、ね、先生一緒に やってくださいって来んだから可愛いでしょ。で最後はさ自分から先生今のは追加ですよね、そうだっつってさ最後はおすごいなんか、ね、自分の中に湯桁真理子が芽生えてだから熱くやればね熱いのに分かってくれるの。はやっぱ愛情かけると愛情分かってくれるの。最後は私愛情だと思う。教員がね偉そうにいろんなこと言うんじゃなくてやっぱり愛情分かってくれるの。あ俺のことこの先生ゆげたは、うん、ゆげたは俺のことちゃんと見てんだなって分かってくれるの。あそれはそうですね。そうもう本当に負けないから愛がゆえのですね。そう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 寒い中グラウンドで何回やりもってやったかっていうそれがさ分かってくれるんだわ俺のためにやってくれてんだってそう素敵すぎる、ね、だからそう仕事もそうやって絶対いいからうんうんうんこういや素晴らしい。もうなんかね本当にあっという間にいろんな話聞いてたらですね、はい目的地に到着しました。はい着きました。ありがとうございます。いえいえありがとうございます。いや俺もね本当ゆげたさんに、本当はなんかレース中レース前のルーティンとか、あの徹子の部屋出た時の話とか徹子ねちょっとねいろいろ聞きたいことがあったんですけど、ね、またぜひラントリップチャンネルあ よかった呼んでください。いいですか。まだいっぱい喋ることありますよ。あのトレーニングの話とか、ね、メンタルの話とかそうそうそうメンタルもね重要だからね。ぜひまたちょっとトレーニングも我々と一緒にやっていただけない。全然走りますよもう。よろしくお願いします。あのホームの指導もしちゃいますから。あら。さっきの話じゃないけど、うん、やっぱホームがしっかりしてないとね。ドキドキするぜ。ダメって悪いけどね。足が流れてるとかってね。そう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 。大事ですから。はい。またぜひ。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで湯桁真理子さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。楽しい時間でした。ありがとうございます。はい、よいしょー。楽しかったドライブトーク到着しました。ここからねグループランを楽しみたいと思います。名古屋で今回は40人ぐらい参加してくれてます。選んであのつけていただいてでちょっと名古屋城の方に向かってお行ってきましょう。ドドン名古屋城イエーイ名古屋城正門前もうちょっとしよう。イエーイ旅するラントリップスタンドサポーテッドバイグダ名古屋編無事終了しました。いやめっちゃ盛り上がって超楽しかったです。ここから我々はですね福岡北海道とさらに旅をしていきたいと思いますので皆様ぜひご参加をお待ちしております。ということでまた次の旅次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。